3,4,5。やってるね。完全にチューチュートレイン。これも完全チューチュートレインよ。じゃあ、なんじゃこいつには響いてる。奴が動きをキレッキレすぎる。圧倒的じゃん。いやー、どうですか？我々うまく踊れてますか？どうですかも何も。完璧です。ブラボーダーン、ニャンダウフル。これで人間たちも一強です。よくぞここまで得得しました。ご褒美料に、チョールブロの使用を許可します。うわ、体中ベタベタになりそう。サボってばかりで心配しましたが、どうやらなかなかできる子のようですね。それでは最後の仕上げに行ってみましょう。さあ、変身教練です。踊りながら人間にかけてみましょう。はい、いいの？いきますよ。せーの。にゃーん。いいの？やっちゃっていいの？もう変身もなかなか様になっていて、おっと、あの姿は？お前は、どうですか、先生。変身には自信があるんですか？おー、みおい、よい。周りの空気よ。ねえねえ。ありゃ？ふふふ。見事の場合は、身体能力に変身です。もし優秀なようで、おっちょこちょいで、お調子ぶりな様子。我々猫型とは違う雰囲気。猫型じゃないな、なんだ、化け猫が猫型みたいなもんでしょ。さてはあなた、化け猫ですね。いや、いきなり何のことですか？もう下っ端のふりをする必要はありませんよ。意味がわからん、しまった。つい猫ダンスに夢中になりすぎてしまったばっかりに。まあ、バレてしまったのはしょうがない。年を通り私、化け猫の玉と申します。化け猫探偵事務所の所長として、この洋館へ調査に伺いました。名刺です。以後お見せおきを。おっと、これはご丁寧に。私は猫股の家主と申します。配信とっておきのカステラを、私の地元のおさやきです。お納めください。おっと、これはご丁寧に。いえ、何の何の。さあ、初対面からいささか時間を要しましたが、挨拶はこれくらいで十分でしょう。あなたの目的を教えてください。それでは遠慮なく。ズバリ、あなたたちの野望は聞かせてもらいました。猫ダンスにより人々を馬鹿し、この街を乗っ取ってしまおうとのこと。そうはさせません。夫婦、見込みのある子だと一時は思いましたが、手がするというのであれば容赦はしません。いいですか？私とあなた、そして彼らのような外で生活する猫たちにとってこの世界はとても厳しいものです。いやー、反論できんな。生き抜くためにたくさんの問題や障害があります。食料や寒さに暑さ、住みか。いや、本当にね。だってほら、野良猫ちゃんでさ、生まれてさ、寒くて死んじゃう子もいるとか言うじゃん。え、考えたら、この子のやろうとしてることって止めるべきなのかな。そして人間たち、猫に対して、とても親密に接してくれるものがいる一方、中には心ない冷たい扱いをするものもいます。本当にね。こんな世界で人間たちに囲まれた猫が少しでも生きやすい世界。すべての猫たちが普通に暮らせる世界のために、少しだけ人間には我慢してもらうんです。譲れない野望がそこにはあるのです。なるほど。これは邪魔できんな。けどな、いいのか、これは、これで。あなたも猫の一員。こちらに協力するのが筋ではないですか？確かに、あなたの言うこともわかります。しかし、あなたの考え、猫型帝国は人間たちの世界や生活を壊すことにつながります。に？私はあなた、そして彼らたちは普通の人間を超える力を手にしています。それをこのような形で使うのは私にはどうしても賛成できません。もっと別の手段はないのですか？私も協力します。彼らの住処なら私の事務所を提供しても、他の手段などという甘い考えでは我々の未来は変わらないのです。あなたが悠長にことを進めている間に、私ならば、より多くの猫にたくさんのおやつを提供することができると言っているのです。どうしてもダメ？どうしても。ならば、さっぱりと白黒をつける必要があるようですね。あれで決着をつけましょうか。あれですね。あれとは？どうでしょう？裏に一歩なしですよ。将棋か？当然、ここは場所が悪いです。ふさわしい場所と移りましょう。いやー、どうしよう。将棋だったらわかんないよ。ふにゃっととっとふにゃん。それでは、先立ちの流儀にのっとり、化け猫また試合を取り組みます。行事はわしが使わず。
なんぬし、お前、猫として普通にやり生きていきすぎやろ。それは戦いであり、口を開かぬ会話、言葉はいらぬ。拳を交わして、逆なことを語り合え、勝負が決すればノーサイド。そこにはあるのは、互いへの理解と尊敬のみ、オーラス最終決戦、面詰まって詰まって詰まって、一応セーブしとこうかな。あ、セーブできねえ。化け猫と猫股の喧嘩には欠かせない、天下分け目の化け猫股試合。何これ、ルールは簡単。早押しによる決闘、早押し？画面上には、上下左右のボタンが、表示されます。家主さんが、叫んだら回避チャレンジ。制限時間内に指定された方法をクリックする。あ、クリックする系か。で、成功がノーダメージ、失敗ライフが減少。中央にボタンが表示されたら、攻撃チャンス。制限時間内に押すことで攻撃を行うことができます。こちらのライフがゼロになる前に家主さんのライフをゼロにしましょう。いいえ、いいです。あ、ありがてえ。はい、ありがてえ。じゃあ、双方準備は万全です。いつでも。いや、それでは。いざ順調に勝負。おっしゃやるぞ。来い来い。え、なになになに、え、なになに、え、なに、下、はい。ん？下。右。これわざわざ言ってくれるの優しいな。攻め来いよ、攻め。まあ、ライフどうなってる？見てる余裕がないな。ライフ3とこ？左。あ、なるほどね。あの肉球の数か。青いのと。よっしゃ、いけそうだぞ。あ、ここホームポジションね。ここホームポジション。よっしゃ、いけー。来い来い。右。さあ、攻めそろそろ来いよ。いいんじゃないですか？グレート。そこまでイントーバル。さすがに手強いですね。よっこしょー。こちらも本気を出させてもらいます。おー、まだ本気じゃなかったと。やるべき時はとことんやるべし。変身。こちらも全力でお相手しましょう。ふふふ、そうとなくては。さあ、仕切り直しです。次はこんなものなどいかがでしょう？ん？あーまよー。なんですか？いきなり私の名前を叫んで。なあ、違う違う。猫股秘術の掛け声です。まったくもう変なちゃちゃを入れないように。ほほん。あーまよー。あ？あ、動くんだ。なんということを。これが我々の力です。しかしこちらも負けられないのです。さあ、第2ラウンドと行きましょう。ファイナルラウンド。セーブ画面開かせてくれないんだ。左。あ、でもそんな大して動いてないけど。あ、攻めがちょっと押しにくいかもな。ここよ。左。もう左しか言わんやんけ。攻め来い、攻め。うぃー。下が邪魔。すごく邪魔。下がすごく邪魔。でもすごく押しやすい。よし。これはもう、いけるぞ。見えない見えない見えない。上。危ねえ、今。ちょ、今、下押しそうだったよ。勝った。よっしゃー。はい、そこまで。もうこれ完全勝利でしょう。ウィナー、ベケネコンボー。悪いね。勝っちゃって。ありがとうございました。おー、なんてスポーツマンシップ。私の勝ちですね。はい。約束です。妖怪に育った人間たち、猫股に化かした人間を元に戻してもらえますか？うん、わかりました。でも、あなたの気持ちもわかるんだよなぁ。ありがとうございます。妖怪に留めている方々は速やかに解放します。化かした人間を元に戻しましょう。まあ、元人間はサングラスのこの子だけですが。あ、そうなんですか。じゃあいいや。
まあ、元に戻してくれておいてください、一応。え？なん？負けました。強いですね。今回はおとなしく引くことにします。やるべきその日まで、我々は計算を積み続けます。てかまあ、うまいこと人間に化けられるようになったら、このタマちゃんみたいになったら、人間として生きていけばいいのでは？すべての猫が幸せに暮らせる世界の実現のために、ルクセはひとまずそっとしておくことにします。師匠、おともー。ありがとうございます。今年も同行のためにできることを考えてみます。何か困ったことがあれば、我が事務所にお越しを。はい。またそのうちお邪魔しますね。この予感はもう必要ありません。そんな、いるでしょう。最後は綺麗さっぱりと、爆発するつもりなの？その絵文字恐ろしいな。なんとか無事に解決しましたね。ん？最後は綺麗さっぱり？死ぬつもりとかじゃないよね。あれあらららら。やはりそういうことですか？早くここから脱出せねば。全然スポーツマンシップじゃなかった。校長。あ、どうやってワープしたの？どういう空間よ。あ、終わったんこれ。終わった。マジか。おう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 。かわいい。モーグリ、お前危なかったぞ、今。巻き込まれるとこやったよ。パクパク、しかじかでね。早く逃げないと。いやー。なんかちょっと、あれだな、猫のことについて若干考えさせられるゲームでしたね、これは。猫もまた、ちゃんたちも、根っからの悪じゃない。ゆるい感じが良かったな。ああ、なくなっちゃった。もったいな。あんないい屋敷だったんじゃあの？ああ、住みたかったな。めっちゃいい屋敷だったよな。階段のとこだけはちょっと酔いそうになったけど。あれはあの街もなかなか良さげだったしな。劇中曲カステラよこせとかあったんだ。なんだ？いやこのねぶたみたいな装飾もなかなか派手だったけどさ、あれ見てさ、よし相談行こうってなるかっていうね。もうちょっとさ、マシなところに住んだ方が良いのでは？それか、あの、ご神木の中に事務所を構えて、こう、人を招き入れる方が、客が入りやすいかもしれん。あ、神主元に戻った。よかったね。まあ、猫のままでもよかったんだけどね。でも、この、ご神木はもともと穴が開いてたのか、それとも、開けたのか。さすがにそんな罰当たりなことをせんよね。Thanks for playing. いや、ありがとうございました。こちらこそ。楽しい時間でした。ファンタジーな感じで。もうちょっとなんか、長いゲームなんかなと思ってたけど、意外とさっくり終わったね。数日後。相変わらず広いんだよな。次のニュースです。昨日午後、〇〇県〇〇市郊外の山中緑と爆発について、市長は近く会見を開き調査結果を発表する旨を、ああ、暇だなぁ。コンコン、お、来たんじゃない？猫又ちゃん。遊びに来てくれたのでは？おー、来てくれた。やっと見つけましたよ。相変わらず物理を無視していく。すごいスピンだね。ここは化け猫探偵事務所。まるでテーマパークに来たみたいです。テンション上がりますね。おや、お昼寝ですか？玉さん。んー、アホー、アファヒオ、アホー。私のアゴ、背中のお鍋を直撃しましたよ。アゴ。
取れそうです。顎。それは誠に申し訳ないことをしました。顎は取れてないので安心してください。何のご用でしょうか？はい、実は我々洋館を吹き飛ばしたため、身を置く場所がない状況なのです。きっとバスだよ、じゃあ。失礼しまし、していました。うっかりでした。そこでタマさん、我々、また新たな拠点が見つかるまでの間、こちらに転がり込むことが正式に決定いたしました。そっちだけで決めてんじゃねえよ。でもまあ、言ったもんね、このタマちゃんも。こっちで構えてもいいよ、みたいな。我々のことは、本気使っていただいて構いませんので、何とぞ、ご容赦のほど。我々、他の若い衆。わお、よろしく。これは賑やか。ワトソン、俺たちのことはワトソン軍団と呼んでくれていいぞ。仕事や作業を手伝ってやろう。ただし仕事を頼むときは一旦家主を通すように。あくまで俺たちのボスは師匠だからな。勘違いしないようにな、ヘッポコホームズ。というわけで、当時ここで過ごすというわけではないのですが、ちょくちょくお世話になりますね。フンとかしてくれなければいいよ。うつつかなものです。我々ですが、どうぞよろしく。この短い文章で何度も噛んでいく。ええよ。でもな、猫ちゃんいっぱい集まるところって観光地になってするじゃない。だから、これも、ありかもね。おまけシナリオ、呪いの人形ね。なんだろう。おまけシナリオだって。やってみる？